地図武将区は中華人民共和国小北省武漢市に位置する四角区。現地の習慣では武漢市の長江以南の武将区、青山区、鉱山区、東湖新技術開発区の4つの行政区画を武将と総称している。武漢市の市政府は長江対岸の観光地区の鉱山区にあるが武将区には中国共産党小北省委員会、湖北省政府、 湖北省人民代表大会と湖北省政治協商会議などの省レベルの国家機関が駐在しており、湖北省の政治の中心になっている。武将区は武漢市の中東部に位置し、長江の東岸にあたる。東と南は高山区に接し、西は長江に面し、関水南岸は関陽区、関水北岸は高岸区、高漢区、区畜と北は 青山区に接する。地形は平野が主であるが、蛇山、鳳凰山、鉱山、小鉱山、落花山などの丘陵が散在する。区内には砂湖、武漢東湖、湖などの多くの古匠が存在する。城郭都市である武将の歴史は古く、武将という地名は五冠末期に登場しているが、当時の武将は長江南岸の現在の学習史であり、当時、 加工場と呼ばれた地が、現在の武将に相当する。官の上昇となった曹操は軍を率いて、東南の地方諸公であった孫権を攻めたが、孫権は、交換平原の長江南岸に陣取って退かず、双方とも長江中流の両岸に陣取ったまま退治を続けていた。現在の武漢市と学習市の境界付近には、孫権軍の大部隊がおり、この周りに商人が集まり都市を形成。 これが武将と呼ばれるものである。伝承では孫権が文馬左生の意を込めて武将と命名したと伝わる。以後、現在の武将と現在の学習は数度にわたり地名が入れ替わっている。現代以降に現在の地名がおおむね定まったが、新代にも現在の学習周辺が武将権と呼ばれていた。逆に、南宋の名称学費が守っていた学習は、 現在の武将のことである。都市が形成されて、以後、商業活動が活発となり、人口が増加、加えて、長江と関水が合流する水運の要衝であった、ことから、そっちでの政治的、経済的地位は、次第に上昇した。元から秋代にかけ、武将の地位は、慶州を超えるようになり、古北の政治の中心とされた。民末。 長江対岸に発生した観光地が商業の中心となり大きな発展を遂げ、以後武将、官洋、観光の三鎮定率となった。新朝は武将府を設け、湖北巡部と古江総督の機能の所在地となった。1911年10月10日、中国同盟会が指導する新朝政府に対する放棄が武将上で勃発した。歴史上武将危機と称され、 侵害革命に発展、起議の際には、中華民国、古北軍政府の成立が宣言され、18世紀が国旗として採用された。1926年、国民革命軍による北伐が始まると、国民軍は武漢を占領し、武漢国民政府を成立させた。この武漢国民政府は翌年南京国民政府と合流し解消されている。 北伐軍が武将を占領した際に武将、官用、官公の武漢三地員が合併して武漢市が成立する。日中戦争では南京市にあった国民政府は一時期武漢に疎開したが日本軍の攻撃でさらに重慶市に本拠を移している。1949年4月17日人民解放軍が武将に進駐した。中華人民共和国成立後 武漢氏は引き続き小北省の紹介となり、湖北省等位、省政府、小級政府部門は武将区に置かれた。武漢東湖。ありがとうございます。